こんにちは、速稼塾の久保です。いや、ひどいことになりましたね。菅総理に直談判して田村厚生労働大臣が同席しても結局はね、弱者救済ってのは行われずに、誰にもね、何にも措置されないというね、この無慈悲なことでございます。私たちは一体誰に何を伝えればいいんでしょうか。愕然としますね。もちろんこの後何らかの対策が取られるかもしれないんで、今の時点でね、全くやられてないっていうふうに決めつけるのはどうかと思いますけども、ただね、動きが遅いのは遅いですね。で、今回、この際国民を見殺しにしましょうみたいなね、こんなねサムネイルでお届けした動画の皆さんからのコメントを読みながら、ぼんやりと私もね、語ってみようかと思います。清水さんがね、こういうふうに言ってますよね。分断を図る給付金は悪質ですっていうことなんですよ。要するに一部の方にしか払わないで、みんなに払わないのは良くないよって言いますけど、これはね、これでね、また問題があるんですよね。というのが、全員一律に払うとこいつらはいらないだろうってやつが出てくるんですよ。だから部分支給も全員支給も結局はね、文句が出ちゃうんですよね。だからどっちを選択するかってことなんで、多分生活困窮者として認識している人にまずは集中的に保護するっていうのは、誰も反対しないだろうと思ったんだけども、いやこっちも大変なんだよっていう人が出てきてね、キリがないと、まさにキリがないということなんですよね。でもキリがないからって言ってやらないっていうのも、それは政治の姿勢ではないんでね、いろいろと詰めていってほしいなと思います。で、チョイマンさんもこういうふうに言われてますね。政府は国民を見殺しにするつもりでしょうか。女性の自殺者が急増しているのも大深刻ですと。これはだから、ね、他国の仕込みが入っていて、日本国民を適当に少なくしといてよみたいなね、そんな要求があるんじゃないですかね。で、今のまんま多分30年後とかになると、国防に対するエネルギーとかね、人材っていうのは極端に不足してますんで、いや本当にひどいと思いますよ。例えば自衛隊の基地が維持できなくなってね、人材不足で。自衛隊の基地が縮小されるみたいなことも起きてくると思いますよ。で、潜水艦とかがあっても操縦する人が足りないから、ただ浮かんでるだけとかね。で、軍事的に無力化されたところに他国からの侵略があるとか、ハッキングを行われて、軍事施設を中心としたその頭脳とされるところがね、全部海外から操作されるみたいなことも起きるんじゃないですかね。で、少子化ってむちゃくちゃ大変なんですよ。この小さな島国ですけども、海は思ったよりも広いですからね。世界で4番目ぐらいに海の広さっていうのは、領海っていうのが、領海っていうかね、あるんでしょうね、海の防衛面積っていうのが。次、自民党に票を入れたくない人、はーいって感じですよね。自民党に投票する人は中国共産党と思った方がいいよ。そういう部分があるでしょうね。自民党はもうダメですと。はい、ダメだと思います。もうダメです。自民党は、なんていうんですかね、今度ね、立憲民主党でもいいから政権取ってもらって、自民党の人がね、当事者が立憲に負けたのかよっていうふうに打ちのめされてほしいですね。だからそのためにもう別の政党どこでもいいですよ、当選するんだったら。それこそね、日本共産党もすごくいいと思いますよ。あれ、党名がね、なんか誤解されるんですよね。日本共産党って別に共産主義でも何でもないやんかみたいなね、すごいいい人が揃ってますよ、共産党も。頭がいい、共産党はね。早く選挙にならないかな。カオルさん、本当腹立たしいしか言いようがありません。国民を救う気は全くなく、皆殺しにしたいと。ある一定のラインの人までは殲滅させて、エリートの国を作りたいと思ってるんじゃないですかね。絶望という言葉が最も似合うのは自民党、公明党です。公明党さんもね、やっぱり自民党のそばにいて、自民党を修正するんじゃなくて、自民党を貸しちゃいましたね。公明党は自民党とイコールです。もう、これは公明党も終わってますよ、本当に。返す返す。公明党を応援させる創価学会の人にもちょっとね、反省してもらいたいですよ、今回は。こういう人を応援させたのかってことなんですよ。で、私はもうね、ちょっと公明党はね、ちょっとまだね、許せませんね。もう公明党を応援する人とも口も聞きたくないですね、もう今はね。もう公明党を支持する理由がもうないじゃないですか、これで。そのぐらいまで思いますよ、これ。自民党ですよ、もう公明党イコール。もう国民を不幸にしているのは、そして創価学会の人をすごく貧しく惨めにしているのは公明党ですよ。あれほど応援してくれてる創価学会の方に報いるところがないですよ、全く。少なくとも反感しか広めてないですね。佐藤さん、自民党員は集団自決しろ、大日本帝国万歳ですね。行動で示せばまさにその通りです。はい、自民公明絶対投票しない運動発令ね。自民党に巻き込まれて公明党さんも評価を落としてるでしょ。私もその一人ですけどね。自民党が悪いことすればするほど公明党さんも何やってんだよっていうことで信頼を失ってしまっております。めぐみさん、自分たちはいっぱいもらった国民には10万円1回のみ、話になりません。はい、なんですよね。だから公明党さんもこういう時にだんまりでしょ、ね。前回はね、私たちのおかげで10万円給付がなったんですとか言うけど、いや今回はどうなんですか。今回こそまさにもっともっと強く呼びかけてくんないと困りますよ、公明党さんね。旗色の悪い時はだんまりですか。もうね、だからね、連立を解消するぐらいのことを常に言ってもいいと思いますよ。で、結局自民党の言うことに同調してるわけじゃないですか。だから自民党と同類なんですよ、ここは。公明党はね、卑怯なところなんですよ。徹底的に卑怯なところなんですよ、公明党ってところは。自民党みたいな強いところがあったら、国民がいかに苦しんでてもそこにすり寄っていってね、旗色が悪くなったら、いや、公明党じゃなくてそれ自民党が決めることですからとね。これ卑怯なんですよ、すっごく卑怯、で、大松さん、ダメないい加減やめろ、それとも大臣に全員やめろ、国が滅びる、潰しの代償を残します。不満が紛糾しますね。私もね、公明党さんね、好きになりかけてたの残念ですよ、本当に。だから誰か一人がやると、本当にね、全体を好きになろうとしてる人の邪魔にしかならないんですよ。だからみんなでいい人じゃないといけないですよね。で、しかもなんかね、そのクラブに行ってたみたいなつまらない理由で終わっちゃうのはね、私も行けてないわけですから、もう長いことまちこさんもね、いろいろ書いてくださってますね。いやー、本当にいろいろあるな。詳しくはね、動画概要欄から皆さんのコメント読んでもらいたいと思いますね。やすさんも書いてくれてますね。政治家の前向きに検討しますはやらないという意味、まあやってくれることもあるんですけどもね。セナさん、こんばんは、お疲れ様です。本当にひどいですねと。我が家も親戚も友人ももう自民党は入れないと言ってます。でしょ、公明党も入れちゃダメですよ。公明党もね、地方議会でも地方選挙でも当選させない方がいいですよ。公明党って必要なんですかね。いらないんじゃないかな。もう自民党もいらなければ公明党もいらないでしょ。このなんていうんですかね、有害になってきてますよね、もう完全に。厚労省、国民のための役所じゃないのと、じゃないんですよね。自民党もいらないと。ポンコツ田村、ただのパフォーマンス許せないと。アゲインさん、制度を利用しろと言ってますよね。こんばんは、れなこさん、生活に困窮しているのはひとり親世帯だけでないことをなんで国会議員は理解できないのか。これね、言ってますよ。報道で切り取ってるところがそういうとこばっかりなんですよ。だから国民全員一律にっていうのは、例えば国民民主党さんなんてずっと言ってますからね。でもそれを取り上げてくれないんですよね。だから私たちはインターネットを通じて国会議員さんのね、声を一人一人こう探りに行かないといけないかなと思いますね。世の中を見合わそうとしてないから、公平に給付金を配るのが筋だと思います。はい、公平に誰にも配らないってことになってしまいました、暴動しかないぞ、国民は舐められるんだと。暴動を起こすチームもあるみたいですね。で、数々さんもクーデター起きてもおかしくないと。だからね、やっぱね、そう思っていても私たちはやらないでしょ。だから結局自民党はどうせグダグダ言うだけで誰も何もやってこないよって形で鷹をくくってるんで、めちゃくちゃやるわけなんですよ。で、ゲントラさん、ほんま悪魔みたいなやつが選挙なんか行くかいねえ。純子さんも書いてくれてますね。なぜ一人親世帯だけに給付金、低所得は50代60代も逼迫しているのに、直談判しても出してもらう。これ純子さんお気持ちは分かるんですけども、これ書くとね、せっかく給付を受けようとしてる方とか、給付を受けてる一部の方が肩身の狭い思いしちゃうんですよね。だからシングルマザーにしか給付金出すとなるとさすがに腹立ちますっていうのは、シングルマザーの方に言われてるような感じがするみたいなんですよ。だからやっぱりこうね、だからこそなんですよ。難しいですね。すみません、純子さんのお気持ちもわかるんですよね。坂本さん、ねえ、皆さんね、もっともなことを書いてくださってます。工藤さんもね、涙が出てきてましたって書いてますけど、本当そうですよね。で、私たちが選挙に行ったり行かなくなったりして、こう権力者を選んだ結果これなんですよね。マー君レオンさん、田村は前からそうですよと、かごつり大王、北朝鮮化していくつもりかとかね、児玉さんも書いてくれてますね。生活困窮してるのにシート腰が重すぎ、サクサクとね、でしょ。正弘さんも緊急事態ですよ、やはり麻生はダメですねとね、松岡さんも書いてくれてます。さくらさん、本当に混乱、MM さん、記者会見があると、雷様、これもどうか、子供をいる家庭だけ児童手当とかもらえるでしょう。ああ、これね、これお気持ちわかるんですけども、これは表現するとね、本当に児童手当確かにもらってるんですけども、子供いる家庭だけ、これね、本当にこれがね、分断意識、差別意識を持たせるんですけども、私たちは、だからこういう人たちに怒りを向けない方がいいかなと思うんですけどね。権力者に対して立ち向かっていくのはいいんですけども、たまたま保護を受けた人が肩身の狭い思いをしちゃうんですよね。生活保護をもらってるのがね、楽してるみたいなことになっちゃったりとか、竹武さんとかね、安さんもね、北川さんも、松岡さんも本当にね、お気持ちその通りだなと思います。その通りだと思うところも多いんですけども、国民同士でやっぱりね、お互いにあいつが悪いこいつが悪い不公平だって言っちゃうと、権力者に対して不公平だって言ってるはずなのに、その保護を受けた方が自分が不公平って言われてるのかなと思っちゃうんですよね。だから少なくとも私から表現することはちょっと限られてきたかなと思います。私は逆にね、もう私には何もしてもらわなくていいから、だからもう他の方から早くやってくださいと、いうことかなと思いますよね。ちなみに1月ね、いろいろと送らせてもらいましたけども、すいません、ここで一括してお礼を言わせていただきます。お礼っていうかね、返信とかいらないですからね、私に何をもらったとか何をしてくれたとか全然いらないですから。でまたね、コメント欄には誰も書いてないと思いますけど、今後も私から何かされてもコメントに「ありがとう」とか書かないでくださいね。そしたらあなたのコメントを通じてあなたが攻撃されますから、お前だけ不公平だとかになっちゃいますんでね、気をつけていただきたいと思います。心の中で、誰かに感謝していただければいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと何を言ってるのか分かんないと思いますけど、一部の方には、ということでございます。すいません。では失礼します。